番組出演ない日は休みと、あ、そういうわけではありませんね。あの番組の出演がない時でも別のお仕事などもあったりする機会もありますので、まあ、そういったわけではないんですけれども、まあ、あのもし気になる方いらっしゃいましたら質問コーナーとなりますので、前に踏み出す勇気が大事。確かにそうですね、前に踏み出す勇気が大事です。で、最終面接が5月21日土曜日、なるほど、で下旬に決定する予想となっています。事務の仕事はないですね。事務の仕事もやりたい私気持ちはあるんですけれども、事務の仕事もあるといいですね。シフト制なので結構シビアだと思います。まあ、体調管理面でも皆さんやっぱりこう気をつけていただきたいですけれども、でもあの皆さんお優しい方が多くって、先輩後輩いい方が多いので、そこはあんまり苦労はしない気がしますね。いい方が多いので支え合って生きているのが私たちキャスターです。デスクワークあるといいですよね。いろいろできる幅が増えそうですもんね。天気の勉強したりも研修がありますので、こちらからご確認ください。いじめられないですよ。皆さん本当に優しいので、私は入ってびっくりしました。怖い人は全くいないです。どんな質問なんですか。全く優しいですからね。入ってびっくりしましたもん私。モーニング寝坊しそうで怖い。私は一番苦労しましたね、モーニングが。いや本当にこう夜型なので、モーニングはかなり私的には大変でしたけれども、でもその分やりがいがありますよね。一番こう通勤通学の時間帯で意識されている時間帯かと思うので、モーニング担当されているキャスターさん私も尊敬しておりますし、すごくこうやりがいのある時間帯かなと思います。モーニング経験してよかったなと今は振り返ると思いますよ。1年2年ぐらい経験してましたかね。すごくあのいい経験でした。オタク大歓迎、もちろんです、大歓迎です。あのオタクじゃなくてももちろん大丈夫ですよ。いろんな趣味の方がいらっしゃいますので、ぜひぜひ応募していただければなと思います。詳しい内容はアプリウェザーニュースからも確認することができます。ぜひご利用ください。